はい、それじゃ行ってきましょう。ね、ラウンドをイメージして1番今172ヤードロングボール。私はフェードしても大丈夫。ちょっと球上がりすぎたな。まあオーバーセンター、オーバーセンター230ヤードと言っておりました。7番アイアンで140で、フェアウェイですね。ちょっと追い方が OK ですね。はい、ほぼ150近くまで転がっていってくれました。ちょっと飛びすぎたかな。さあ残り100ヤード。で52度使って、ね、残り100ヤードを狙いましょう。この前のボール、こっちがアイアンです。こっちがドライバーですね。のターゲットライン。残り100ヤード。これ短かったわ。まあそうでもないけど、高のランカーっていう感じですね。今のまた3オンならず、ちょっとパターでね、ちょっとピッチングで転がし、残り20ヤードのアプローチ。まあね、まあ、しかしパターと同じような感覚ですよ。転がすので。これで4オンと2パットでボギーか。じゃあ続いて2番いってみましょう。はい、2番はパー4ですね。結構と370ヤード。370ヤードのパー4ですね。落としどころはまあ広いけど、フックは禁物ですね。右サイドは谷になってる。ちょっと軽めに打っておきましょう。絶対に曲げたらいかんってパターンですね、これね。ではちょっとクラブ短めに持って150の看板、オッケー。ちょっと右に流れた。はい、まあまあオッケーですね。まだ200くらいしか飛んでないね、今のはね。しか飛んでないので、残り160くらい残りましたね。160はちょっと無理だろう。一応狙ってみるか。6番アイアン、番アイアンでも狙ってみますね。行けば、お、ちょっと右へ出た。ああ、ちょっと凍りましたね。バンカーはないけど、やっぱアプローチ、今度はピッチングではなくてアプローチウェッジで、ちょっとこうふわっと上げるようなアプローチ。15ヤードぐらいのアプローチですね。はい、こんな感じでちょっとダフったね。はい、これでまた2パット3オン2パットのボギー、2オーバーですね。続いて3番は、これはドッグレッグ。50。200ヤード先でドッグレッグした。200ヤード打ちましょう。ドライバーで軽くね、200ヤード打つ方がいいね。ドライバーで軽く打っちゃいます。
まあ、だいたい私こういうスプーン持って失敗するパターンだからね。ドライバーで軽く打ちます。ちょっと左出た。ああ、ちょっと危ない。ちょっと危ないぞ。ちょっと左の谷の方へ行った。谷じゃないんだけど、ちょっと遠くなっちゃったね。160、170ぐらい残ったね。ちょっとここはもう寄せ湾で。50寄せて、160寄せて、転がしで乗せるか。4、狙い。でもこれは結構ちゃんとグリーンにならないと。ちょっとフェードが出てるね。あー、やっちゃった。ミスった。そっとして、いっちゃった。距離はいったけど。いやー、これはちょっとバンカー入ったかもしれない。バンカー越えのアプローチが残った。じゃあ60ヤードのバンカー越えのアプローチ。うん、 OK。 2、3、4、1、3、4、2パット。これで3オーバーですね。さあ4番でしょう。4番は割とまっすぐだけど、左ちょっとドグレグしてる。いや、打ち上げ。バンカー OB がないフェアウェイということで安心してるということです。まあこれはほぼまっすぐだけど、あの200の看板狙いぐらいで。よいしょ。ここは安心して打っていけるので行きましょう。いや、右出た。これ OB だ。ちょっと右の音、屋根のため暫定球打ちましょう。いや、右出た。今ちょっと OB っぽい、ちょっと OB になっちゃった。ちょっとコンパクトに振らない。全然体の向きが違うもん。はい、これはいいね。よく取りました。いや、1段目 OB だね。あれ3だ。まだ、まだ220として150が残ってるね。7番アイアンでいきましょう。150からの7番アイアン。お、これ何でしょう。お、これ乗った。乗りましたね、2オン。うまくいってパーが取れたら同じということで、今1、2、3。あ、いや、 OB 打ったか。OB パーでダブでしたね。これ4オーバーか。1はパー4。198ヤードがね、ちょっとこれは気をつけないと。奥のバンカーがですね、奥のバンカーはちょっと気をつけていきましょう。これ、ね、よし。じゃあちょっと右を警戒して、左を警戒して右目狙いでいきましょうか。トップ狙いぐらいで距離いらないね。220取れたら十分。方向重視 OK。 ちょっとスライスかかってちょうどよかった。オッケー、フェアウェイど真ん中。今のは結果オーライだったな。残りは100ヤードないですね。
グリーンね、90ヤードあります。これとピッチングで軽めに練習しましょう。90ヤードこういうのもね、ちょっと練習したんだよね。脱力ショットというか軽く打つ練習。90ヤード120の岩盤の方向に向かって190ヤード。あ、それ左だ。引っ掛けたっていうか、肘が引いちゃった。ちょっとミスりましたね。バンカー入ったかもしれない。1,2,3,4か。次3,4こんな距離の短いところで一つのボギー。そしてこれは130ヤードのショートホール。130ヤードのショートホール、あそこグリーンが120だから120ヤード使おうか。20ヤードショートホール9番アイアンでいきましょう。20ヤードショートホール9番アイアンでいきましょう。どうも左へ引っ掛ける傾向があるんで、左の肘を気をつけて、軽くでいいよ。あー右出た。あー右出ちゃった。ギリギリ乗ったかだけど乗らなかったかもね。次は寄せ番行きましょう。今度はねピン狙える8番で転がす。8番で転がすピン狙えるぐらいの、あそこにボールが2つある、あそこなんで。お前はパターと一緒、お前はパターと一緒で、ちょっと強かったけど、あまあ2パットだね。はい、とダボだ、ダボになっちゃいました。そして、続いて7番。7番はドッグ、左ドッグレッグ200ヤード先のフラッグ狙いと書いてある。これ行ってみましょうか。左ドッグだからね、飛ばし屋はショートカットだけど、安全に200ヤード届かないと分からない。はい、そのまま無理しなくて。よいしょ、ちょっとフェードしたけど、ほら220ぐらい飛びましたね。まあ全体的にこすり気味だけどね。奥のバンカーに行ってらなきゃいいけど、残りが150ヤード行ってみないと分かんないけど、150と見ましょうか。7番アイアンで150ヤードセカンド狙います。いいぞ、いいぞ。お、ぴったし抜けました。抜けましたね、ぴったし。2本したよ。さあ、2本、2パットのパーと。ナイスパー、今。3ホール、あと2つ。45ヤード。打ち下ろし。まあ、145ヤード打ち下ろし。30ぐらい打ってみましょう。一番アイアンいこうか。ちょっと大きいかな。45ヤード打ち下ろしか。9番だな。45打ち下ろし、9番で。ちゃんと打っていいですね。あ、右出た。どうしても先に当たって右出る。ああ、外れた。
あ、逃げた。右側のバンカーに入ったかもしれないよ。ちょっとバンカーの練習ができないので寸止めして寄せましょう。左手ぐらい打つつもりで寄せるかな。乗っただけ。スリーパットから下手したらスリーパット、ああボギーとしまえるか。さあ最終ホール、これはロングかな。最終ホールロング長いよ。260ヤード。まあ特に問題はないけど、右は谷があるから右は避けた方がいいということでね。でよっしゃ、まっすぐ行きましょう。ちょっとスライス先気をつけて、スライス先気をつけて、ちょっとヨーロッパっぽい感じで OK。 はい、軽い。はい、ドライバーはお役目ご苦労様でした。続いて、まあ、残り250ぐらいあるんだよ、まだね。それでも250なので、まあ、150-100ということで、7パーヤンで150決めるか。結局ね、我々は素人はフルショットの方が打てるんだよ。150ヤードって。またこれちょっと右出た。今日は全体的に右へではここ構えにくいけどね。まあでも安定的に右に出てるで大丈夫でしょう。はい、そして残り100ヤードを寄せてパーオン。すれば、はい、じゃあほら OK、 パーオン2パットでパーですね。こんな風にね練習しちゃいます。いかがですかね。フリーの球はねほとんどアプローチの練習に使います。アプローチはいろいろありますよね。転がしのパターンから、転がすパターンはだいたいパターと一緒のようにこういうふうに、ね、打っちゃいます。これも一番多いのが8アイアンとか8番ですね。8番でパターと同じように構えてこういうふうに打つ。このパターンが一番多いですね。これだとそこの3メートルぐらいを飛び越えていって人が転がると、5ヤード転がして5ヤード転がる、こんな感じですね。めっちゃスピンが今入った。ヘッドスピードをキュッと上げるとヘッドスピードが伸ぶんだけスピンかかっちゃうね。ピッチエンドランをやりたかったらあんまりヘッドスピード上げない、こうまったり当たる感じがいい。キュッと止めたい人はこういうふうにこう打つ瞬間にヘッドスピードを上げる感じですよね。というか腰できる感じかな、こういう感じでね。これだとヘッドスピードが速い分だけスピンが速く入る。でスピンをあまり上げたくない場合はこう回ったりブーッという感じですね。ちょっとスベイって言われるスベイするぐらいで、もうねこういう練習が一番大事。もう私も超苦手、こういうロフトのあるアプローチね、58度とかこんなん超難しいよね。だからあまり使いません。これはこれ難しいもんね。それだと自然に当たれば普通に上がるので、腕とか手で打とうとせずに体というか
動きを打った方がいい、安全。こんな感じでね、ほとんどアプローチの練習なんて、これぐらいですよ。ショートアプローチ。2、30ヤードのショートアプローチが中心です。まあ、ちょっと距離を出したい練習もね、たまにはします。60ヤードぐらい打つんだったら、ちょっとクラブ短めに折ってピッチングでこんな打ち方ね、はい、まあ、これだと50ヤードと番手を変えるのも一つの手ですね。まあこれは安心感があるね。それでついでに100ヤード打っておくと、まあ、こんな感じですかね。はい、多分ほぼこれで練習終了ですね。余った分は、まあ、ちょこっと打っておきましょう。まあ、大体調整は大体7番アイアンで私はやります。7番アイアンを持っていって練習場に、これで今日の調子が大体わかるので、練習場で本当に練習しようと思ったら無理ですね。練習場はご機嫌かが、まあ、素人にとって本番が練習だ。ラウンド自体が練習だね。それぐらいのつもりでやるのがいいと思います。というところでした。最後までご覧いただきありがとうございました。この動画がよろしければグッドボタンを、私に質問のある方はどんどんお寄せください。では次の動画でお会いしましょう。さよなら。